ゲストに幸せな未来が訪れてほしい、まあ、そういう未来に関わっていきたい。見ている人たちが前向きになれるような。アドベンチャーワールドというのはテーマがありまして、心に住まえる未来創造パークというところで楽しんだものが、まあ、その子供だったりそれまた子供だったりというこう未来にこう幸せがつながっていければなというようなところだと思います。このアドベンチャーワールドのイルカショーの特徴は、まず MC がないというのが特徴でして、パフォーマーとか音響スタッフカメラスタッフがですね、まあ、こういうふうにしたらもっとアドベンチャーワールドのこういう思い届けれるんじゃないかっていうのを話し合いながら作っているショーが特徴です。パナソニックのリモートカメラを2台、使用していまして、で1台は、ビッコちゃんのビジョンの下真ん中のところですね。であとは天井に、つけています。でお客様がなかなか見えない視点から映像を撮って、でそれを、ショーの演出に組み込んでいるっていうのが特徴です。裏方の仕事をしてて、あの大きなビジョンに映像を出すんですけど、カメラの操作をしたり映像素材を準備してスイッチャーさんに出してもらったり、そういうことをしてます。やっぱりコントローラー そのスムーズさが全然違って、前のコントローラーはなんかちょっと動かしてもカメラがすごいグインって動いてしまったりとか、今は全然そんなこともなく、タイムラグも全然少なくて、自分が動かしたのと同じくらいのスピードで動いてくれるのですごく使いやすいです。画質が非常にいいです。トレーナーの表情だったりとか、特に水しぶきが光で反射してパッと白く飛んでしまってた部分がくっきり映るようになったので、そこが迫力というか臨場感が出たかなと思います。あとはブレーですね。結構はい、風で影響されて縦揺れでガタガタ揺れていたものがなくなって使いやすいなって感じています。今回塩害に強いということで、はい、それも決め手でした。このイルカショーはスマイルズっていうネームがついてて、テーマを伝えるためにどういう絵が欲しいかっていうのをすごい考えてビジョンに絵を出しているので、この2つのカメラで狙える絵が増えたので、その映像演出の幅が広がったなと思います。動物の魅力が伝わってほしいなっていつも思ってやっているので、その動物の魅力が存分に伝わる映像が撮れたらいいなって思って、綺麗に撮れた時はやっぱり嬉しいですね。今回納入した HR140 はこのような厳しい環境の中でも安定した撮影ができる商品となっております。今後は音楽やスポーツといったエンターテインメントの分野でもお客様のニーズに応えられるように貢献していきたいと思います。Panasonic